はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、とある FGO のバトルのコツを検証してみたいなと思います。どんなコツかというと、戦闘中にアプリを落としたら、そのターンをもう一回やり直すことができます。では早速行きましょう。ここはねBQA で行きましょうか。残り5300ですね。ここでさっきと同じ順番でカードを切ってみましょう。5300、さっきと全く一緒でしたね。ではもう一回やり直しましょう。今回は DAQ でいきましょう。普通に倒せるんですね。はい、つまり同じ順番でカードを切ったら結果も同じですね。逆に言うと、カードの順番を変えたら違う結果になりますね。皆さんもぜひ今度の高難易度クエストで試してみてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。